浜田達也は、地方競馬の船橋競馬場の騎手である。勝負服の柄は銅青、白ダイヤモンド、袖青。京都府京都市伏見区出身。血液型大型。地方競馬教養センター騎手家庭第85期生。浜ちゃんや、は、マ、ま、ー、あのニックネームで親しまれている。2007年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年5月2日。 第2回船橋競馬第3日目第1競争3歳、条件戦6番人気、ローランボボスで、初起乗。2008年4月から9月30日までの予定で、高知競馬場で、期間限定起乗を行ったが、期間を延長し2009年3月20日まで、起乗して20勝をした。高知競馬での所属は、西賀正光9社。遠征前の成績は26戦0勝。 2008年5月11日第12回、黒潮札気賞で5番人気竹章クイーンに騎場し、優勝、デビュー54戦目にして初勝利を挙げた。また、これが、重賞初騎場であり、重賞初騎場初勝利ともなった。また、同馬で、佐賀競馬場の第50回九州ダービー栄上賞にも、遠征、第26回高知優勝では5番人気ながら2着と、構想した。 2009年1月12日、第23回全日本新人王総派戦出場。2009年5月5日、船橋競馬第11競争と吉木特別6番、人気ベイトリーに起場し、優勝、南関東での初勝利を挙げた。2010年1月29日川崎競馬で、行われた若手機種限定フレッシュジョッキーシリーズ第1回未来賞に7番、人気、 トミケンソリッドで挑み優勝した。2012年3月9日、大井競馬で行われた若手騎手、限定フレッシュジョッキーシリーズ第3回、ユースフルステッキ賞に7番人気ブラックイーグルで挑み優勝した。地方通算成績は1783七74勝2着99回3着135回、勝率4.2%、連帯率9.7%、 ありがとうございます。